横にブジュってやってつけるタイプのマヨネーズなんだな。映えないと思うマヨネーズが。いやレモンとかさ、かつぶしもかけるもんね。それでまた追加するのね。多分ね、もっと細く切らないとダメだよ。指だと限界だったね。そうだね。これはこういうもの。でも諦めないんだ。諦めない心だね。ネギかけすぎ？そんなもん。マヨネーズがいい感じ。本当だね。ネギで中和されてる。中和っていいかな。もっと思いっきりこう。いいねいいね。うわ。いやおよろさん。いやおももやり慣れてないから仕方ない。そうしょうがないね。チーズがさ溶け出してさ、チーズ自体もカリカリになっている。ああ絶対おいしいよ。優勝候補なのでは？そうだよ。優勝狙いに来たからね。完全に。負けないよ。負けないよ。一人ちょっと土俵に立ててるのかわかんない人が反応がおかしい。だってナタデココとさ、チョコとさ、んってなるじゃん。いやだからこそ逆の絵ですよね。いやこれで美味しかった時も乾杯だよね。こっちの方ちょっと火力が弱いかも。なんかね、この辺がちょっと弱いかも。轟くんかエンジンマンがいれば。火加減とかいうあれじゃないじゃん。轟くんは日韓合宿で火使ってたよね確か。だから多分頑張って。繊細な。エンデバ推しがフォローし始めた。ああ。何？落ちそうになったから戻して。たこ焼きステーションに。たこ焼きステーションっていうのこれ。今初めて見ました。これナタデココ出てる。そういうシーンだった。ったねみたいな感動的なシーンにしたかった。ごめんな感じ取れなくてすまんな。もうちょっと時間がかかるらしい。頑張ります。